ザクセンコーブルクゴータ公使、アウグスト・アウグスト・フォン・ザクセンコーブルク・ウント・ゴータ、または、アウグスト・フォン・ザクセンコーブルク・コハーリは、ザクセンコーブルク・コハーリ家の公使。ブルガリア王フェルディナンド一世の父。ザクセンコーブルクゴータ公使フェルディナントとその妻、マリア・アントーニエの次男として、ウィーンに生まれる。兄に、ポルトガル女王マリア二世の王妃となったフェルディナントがいる。また、初代ベルギー王レオポルド一世は叔父にあたる。1843年にサンクルー城で、フランス王、ルイ・フィリップ一世の四女、クレマンティーヌと結婚した。なお、1840年にクレマンティーヌの兄、ヌムール公、ルイ・シャルルとアウグストの妹ビクトリアが結婚している。結婚後、アウグストの一家はフランスに在住していたが、1848年の2月革命で、ルイ・フィリップ一世が王位を追われると、一家はアウグストの従弟エルンスト二世が治めるザクセンコーブルクゴータ公国のコーブルクへ、次いでウィーンへ亡命し、アウグストはオーストリア陸軍の将校となった。1881年5月、オーストリア皇太子ルドルフは、ベルギー王女ステファニーと結婚した。ステファニーの姉ルイーズは、アウグストの長男、フィリップの妻であったため、アウグストは、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世によって、殿下の称号を授けられた。同年7月、エーベンタール城において63歳で死去した。クレマンティーヌとの間に三男二女を設けた。アウグストの墓碑。ありがとうございます。